はい、こんにちは、レッドスノーです。今回なんですけれども、死因贈与民法554条について解説いたします。で、ここでは死因贈与と遺贈の違いも、解説しようと思います。で、まず死因贈与ってどういったものかというと、まあ、贈与なんですけども、この死因っていうのはついていきますね。なので、この部分が普通の贈与とはちょっと違う部分です。で、これどういうことかというと、まず贈与者と受贈者が生前に契約を交わし、まあ、これはいわゆる贈与契約を交わし、死亡によってこの契約の効力が発生するもの、これが死因贈与契約です。例えば、私が死亡したらこの土地をあなたにあげるよ、これが死因贈与ですね。私が死亡することによってこの土地はあなたのものになるという効果が発生する、効力が発生する、私の死亡によって効力が発生する、これが死因贈与ということになります。今回で言うと、私が死亡することによって私が持っている土地、いわゆる財産を与えると、まあ、いうことですよね。で、一方で似たようなものがあるんです。それが遺贈なんですね。遺贈のこの遺なんですけども、これは遺言の遺です。遺言の遺、遺言によって贈与することが遺贈なんですね。そうすると、これよく似ていますよね。死因贈与の場合は契約を交わして死亡することによって財産を与えるという効力が発生する。で、一方で遺贈については遺言によって財産を与える。よく似ているわけですよ。なので民法554条ではこのように規定しています。死因贈与はその性質に反しない限り、遺贈の規定を順用しますよ。つまり、死因贈与っていうのは、原則、遺贈の規定を使うんだよっていう話なんです。例えば、遺贈の規定では、後で撤回ができるっていう、まあそういった規定があるんですね。そういったルールがあります。なので、この土地、私が死んだらあなたにあげるよっていう風な契約、死因贈与契約を今日締結したとします。で、その1ヶ月後、私が遺言で、この土地については A さんに遺贈する、そういった遺言を書いたとします。そうすると、後の方が優先するので、あなたと契約をした死因贈与契約は撤回っていう風な形になるんですね。これが一つの具体例です。でも、その性質に反しない限りっていう例外があるわけなので、やはり違いもあるわけなんですよね。遺贈と死因贈与については違いがあります。どういった違いがあるかっていうと、まず死因贈与っていうのは、ここで丸をつけた通り契約なんですよ。契約で、契約するためにはこれは成年者でないと原則ダメですよね。単独で行うためには成年者でないとダメだと。未成年者は単独で契約を行うことができないので、死因贈与契約っていうのは18歳以上じゃないとダメですよ。一方で遺贈っていうのは遺言のルールが適用されます。遺言っていうのは15歳以上になったら遺言することができるので、15歳以上、まあこういった違いがあります。続いて形式ですね。遺贈については遺言の形式に従わないといけません。まあこの部分については遺言のところでちょっと勉強していただく形になるんですけども、ちょっとルールがあるんですね。で、そのルールに従って遺言っていうのはしなければいけないんですね。なので、まあ、そのルールに従ってくださいっていう話です。で、一方、死因贈与契約っていうのは制限がないんですね。まあ、契約なので口頭で行ってもいいですし、また書面にして契約を行ってもいいという話です。で、続いて、放棄ですね。遺贈については放棄することができるんですよ。遺言によってこの土地を A さんに遺贈します。まあ、そのように遺言した。で、その後私が死亡した。で、A さんは、いや、その土地いらないって思った場合、A さんは放棄をすることができるんですね。一方で、死因贈与契約っていうのは、これ契約なので、放棄っていうのができないんですよ。まあ、こういった違いもあります。まあ、これぐらい違いを頭に入れておいていただければ大丈夫です。まあ、今回の内容、よく問われる部分なんですね。特にこの部分です。死因贈与っていうのは、遺言の規定、順用されるので、後で撤回することができる。この部分、ちょっと問われやすい部分なので、この点はちょっと注意していただければと思います。で、まあ、できればですね、この辺の違いについても頭に入れておくといいと思います。そもそもこの違い、どっから来てるかっていうと、ここですね。死因贈与については契約なんだ。遺贈については遺言なんだ。ここから、この違いっていうものを考えていけば、頭に入れやすいんじゃないのかなと思います。
今日も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。